か。まさか。チェス、サスライボーズです。今日なんですが、ノルウェーのフィヨルドに来ております。まだ今日は暖かい方ですね。だいたい朝10度ぐらいなんですね。日本に比べたらめちゃめちゃ寒い陽気で、もうほぼね冬服で、過ごしているんですけれども、今日は釣りキャンプを1泊2日でやっていきたいと思います。今ね、寝床が準備できました。ちょっと予想してたよりも自分が持ってきたナンガの寝袋がすごい薄かったんで、越せるか、夜を越せるか、ちょっと微妙な不安なところでございますけども、魚を釣って、それでちょっと今日は一日、一泊していきたいなと思います。よろしくお願いします。いい感じの木があるので、
ただきます。ちょっと釣れなかったんでポイントを変えてます。あ、いいサイズだったな、今の。なんだろう、せいかな、ちょっと大きめにせいか。結構今のいい引きだったな。てますね。おおお、結構強い、結構強い。来た来た来た。あれ、あ、逃げたかな。あ、逃げたか。しか、お、来た来た。めっちゃ食うね。めっちゃ食う。めっちゃ食うぞ。はい、せいですね。そうだよね。まあまあまあ。普通にサイズだね。あ、でも結構大きいか。20センチくらいかな。釣れました。まず1匹。1匹釣れました。いいサイズではありますね。
逃げた。逃げたなぁ。せいでした、ね、うわおおすごいそこまで来たすごい執念魚がいなかったうわマジいなくなってるうわ逃げられた逃げられたマジかちょっと言ってますかねうん下にいるかなタラさんおいたいたいたいました。おい、いいサイズだな。一人ではちょっといいかもしれない。来た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 。ああ、ちょっとちっちゃいな。これがタラですね。タラ。ただこのサイズはちょっと大きくないんで、かわいそうなんでね、リリースです。リリース。来たかな来たかななんだかなこれタラかなあ、タラっぽいですおー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 しあーこれはいつだあーすごいタラですよいしょタラ釣れましたしかもいいサイズこれはいいでしょうはいやっと今日の夜ご飯釣れましたこれにしたいと思いますういういうい
いきなり雨が降ってきてですね、ちょっとした雨かと思ったら結構ずっと続くっぽい雨ですね。向こうまで霞んでるんで、結構長く続きそうです。これはちょっと予期してなかったですね。ちょっと白い木がね、出始めてきたんで、おそらくもう10度前後ですね。ご飯食べました。やっぱりあいにくの雨でなかなか止まらないですね。風がないんで、それが不幸中の幸いですね。今テントが本当に1枚だけなんで、ちょっとね、今日はこれがちょっと心配ですけど、テントの中に避難してます。とりあえずテントの中はまだ大丈夫ですけど、まあ中がねちょっと梅雨があるぐらいで、まあスペースは結構あるんで寝れるかなと思います。今まだ夜の8時ですね。夜9時ですが、もうやることもなく、外もちょっと雨止んだんですけども、まだ湿ってますし、夜ね寝ます。おやすみなさい。今1時なんですけど、眠りがめっちゃ浅くてですね、まあそれはいいんですけど、外の雨が降り始めて、それよりも怖いのは風ですね。風でこのテントが倒れたら詰みます。完全に詰みます。外雨降ってる中テントを立て直す余力もないし、寒いし冷たいし、ちょっと朝になるまでのあと3時間4時間は分かんないですね、どうなるか。テントの入り口が風を受けています。これが持つかな、大丈夫かな。おはようございます。今起きました。今起きたっていうか、なんだかんだ寝れましたね。朝夜中3時ぐらいから3時間ぐらい寝れました。はい、雨も止んでます。テントも無事です。おはよう。